本日はですね、そうめんとおうどんを用意させていただきましたので、皆さんにね、お聞かせするために、うちは、この時間まで夕食を待ってたんですね。まあ、いつものね、そうめんからいこうかなと。去年よりね、チュルチュルを意識してね、すすっているんですけどね。面白いのずるくない？おうどんと比べてみますか？チュルチュルではねえな。シチュエーション的にはですね、一緒にそうめんを食べていて、そうめん食べるとき、いい音出るから聞かせてあげるねって言って、すっごい耳元でそうめんを食べ始めた狼ミオです。これならセンシティブじゃないね。何が面白いのかっていうと、そうめんを食べながらイヤホンで音を聞いて、左右で自分の耳にダイレクトにそうめんすする音が聞こえてくるのがすごくシュールなんです。キュウリの浅漬けもあるんですよ。キュウリはいい音だね。シチュエーションとしては、キュウリ食べてる時の音ってすごいいい音出るよねって言って、耳の隣でキュウリを食べ始める狼ミオです。今日はそうめんとうどんをチュルチュル食べる放送だから、チュルチュル音を出して食べるというのが今日の目標なんだよね。今練習してます。タイガがすごく不思議そうな顔でこちらを見てますね。変なことしてるなって思ってるんでしょう。ねえ、かわいいね。いてててて、かじんないでよ。なんでかじったの今。うちはそうめんとかうどんをかわいい音を出して食べたいの。わかる？みんなこの気持ちね。今ポンポンって落としたね。ポンってね。キュウリの音を聞くことによって、ミオに歯があるんだなっていうのを感じてもらえばいいなって思います。みんな感じて、うちの歯の音。よかったでしょ。歯が生えていることを確認できてよかったね。ごちそうさまでした。はぁ、美味しかったですけども、お腹いっぱいになりましたね。